はい、どうも皆さんこんにちは、ベイシャです。それで今回なんですけれども、アニバーサリーについてでございます。今回はね、横浜純正のねメインの話となっております。で、今回の横浜 DeNA ベイシャーズアニバーサリーは佐野選手と外選手に決定しました。自分はこの伊勢選手にね、全てをかけて、何票入れたんだっけ、4240票すべて伊勢さんにね、つぎ込んだんですけども、まあ 3% 届かず、まあもともとまあ 5% 近く差があった気がするんですけども、まあ、結構追い上げたんですけど、やっぱりアニバーサリー結構最初の方に決まっちゃうよね。まあ阪神とかカープとかめっちゃ差詰まってるけど、ベイスターズは最初に決まってたね。自分はちょっと伊勢さん惜しかったけど、しょうがないってところですね。ということで、今回はこの佐野選手と外選手について話していきたいなと思っております。まずね、佐野選手の方から行きましょう。最後。はい、まずは佐野選手から話していきたいなと思っております。撮影日8月27日時点で、打率3割2分。本塁打17本、打点55と、セ・リーグの中でまあトップクラスの活躍をしています。今のステータスが81、76、65の高弾道とはね、なっていますが、まあ、ここら辺のステータス予想をしていきたいなと思っております。まずまあ、ミートからいきましょうか。この査定の時の打率が3割3厘。3割3厘でミートが81で。今3割2分あるので、まあ、82、3人は上がるんじゃないかなと、個人的には予想します。ただね、2022シリーズ1からシリーズ2に、ね、なるのって、まあ、そこまでね、超大幅な強化は少なくて、まあ珍しくはなってくるんですけれども、まあですが、佐野さんのミートは、まあ1に上がるのかなと思います。で、続いてパワーでございます。この査定の本塁打が17本。で、現在も17本と。今並んでおりますね。17本ずつなので、まあパワーもね、まあこのペースでいったら20本は普通に打つかなってところなので、パワーも普通に1に上がるかなと思います。そして走力はまあさすがにね、そこまで返ってこないってところですよね。はい。で、弾道ですね。弾道は、まあでもパーヒッターにしては来ないんじゃないでしょうかね。まあ、まだ高弾道のままで、自分は予想します。で、守備適性についてなんですけれども、まあ補給スイング方見てもらえば分かる通り、まあ守備適性はね、低くはなっております。まあ守備範囲も58と、特殊 C いけますけれども、ベイスターズの試合ね、毎日見てますけれども、まあ58で妥当かなってところですね。ただファースト適性はね、これ上がるかなと思います。ファースト適性も上がって、C あっていいとは思うんですけれども、まあ急にね、大幅な強化はないと思うので、まあここも58か59とか、そこら辺の特殊で C いけるか、特殊 C いけねえよバーガーみたいな感じにしてくるか、それはコナミさん次第でございます。特殊能力でね、超アベヒ、合格チャンスを、まあ、最強格のね、特労を持っているわけなんですけれども、まあ、ここも変更はなしかな。はい、ということで、佐野選手、1位、おめでとうございます。続いて、ソト選手、行きましょう。最高。はい、ソト選手でございます。まあ、ミートから話していきましょうか。ミート65。この時のね、打率が2割3分4厘ですね。2割3分4厘で、8月27日時点での打率、2割6分1厘。2分7厘上げてるので、ミートはね、少し上がるかなとは思います。まあ、自分の予想では、68かな?そこら辺に収めてくるかなと思います。称号でね、ビーユに乗せられるくらいには上げてくるかなとは、個人的な予想はしてます。まあ、67は絶対あるかな。パワー80なんですけれども、今年のホームランが今13本。この査定の時は21本。このペースいったら今年も21本ペースなので、そのまま80といきたいところなんですけれども、もともとね、40本2回連続打ってて、その実績も踏まえて今パワー A あると思いますけれども、まあホームランね、年々減ってきてはいるので、まあパワー A もしかしたら剥奪あるかもってところですね。ただね、パワー A がね、称号で狙えない範囲には絶対ね、下がんないとは思います。まあ、個人的な予想ではまあ79、ここを予想します。パワー79で A をギリ切ってくるかなって予想しております。で、走力はまあ変わらないでしょう。で、続いて弾道なんですけども、まあアーティストはね、弾道をね、現役選手で下げたっていうのはね、聞いたことないですね。まあ、中島選手とか松中選手とか、まあ、そこでまあ弾道が下がってるのは見たことがあるんですけれども、ソト選手も別に13本打ってるんで、よっぽどな低い成績を残さない限りは、か
変えては来ないかなと思います。なのでアーティストは健在ということで把握していいかなと思います。守備適性なんですけども、ソト選手は今年ねエラーが少なくて、今ね多分確か一塁手の守備率ナンバーワンだった気がします。試作たったの2、すごいですね。なので補給はね上げてくるかなとね個人的には予想します。ファーストの敵ともねもしかしたら C あるかなとは思います。まあコナミさんが優しくなかったらお前ら特注しろってことで50球のままかもしれません。でアーティスト降格連発、ここも変わらないかな。だんだんホームラン否定的で、ね、連発が変わる可能性はありますけれども、まあ、他に思い当たる得のもないだし、まあアーティストということで連発維持で来るかなとは思います。ということで2位の須藤選手終了でございます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のね DeNA の2人について振り返っていきましたけれども、今年のアニバーサリーね、まあ、いつも通りのメンツもいますし、あと新たなメンツもいるかなってところですね。まあ今年はね11月ということで、まあ少しねいつもよりは遅いですけれども、プロスペースのまあもうトップイベントとして置いてもいいくらいのイベントなので、まあ皆さん楽しみに待っていきましょう。で気になったのがここですね。上記選手が引退退団などを発表した場合、その選手の入選は無効となり、繰り上がりで3位以下の選手が登場する場合があります。今回からね2022年11月にねなったということで、まあその戦力外とか引退とか退団とかそこら辺の時期と被るんですよね。なのでここら辺のメンツももしかしたら変わるかもしれないってところですよね。あれは見た感じ、FA くらいかな、変わるとしても。まあ、森友哉選手とか、千賀さんとかね、結構、もしかしたら FA もあって、メンツが変わるかもしれませんね。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画いいねと思った方は、チャンネル登録ボタンと、高評価ボタンを押して、応援よろしくお願いいたします。